どこに埋めたのかしら、あの人。ごめんね、猫ちゃん。安らかに眠ってね。思い出したぞ、この女。そうだ、俺は体にガラスがいっぱい刺さって動けなくなった。今俺がこんな目に遭ってるのはこの女のせいだと彼は怒っている。なぜこんなのがいるんだ。こいつは一体何なのだ。スズメに何をしたのだ。スタンド自体は見えなかったぞ。なんか怖いわ、その場所。私が足の爪を剥がしたのそこだったわ。まずい、やはりこの猫私にとって害だった。する、まあ、キラクイーン。第一の爆弾スイッチオン。何？え、それ草？その植物動いてるわ。戻っていろと言ったはずだぞ。しのぶ。キラークイーンの爆弾がこいつから離れた途端爆発した。まさかこいつの能力は、こいつのスタンド能力は空気を自由に操作する能力なのでは。やはり出している、空気だ。空気を固めて出している。このクソ猫ぶっ潰してやる。何？うらっ、見えない。だがきっとまた空気の塊を出したに違いない。やばい、何かやばい。何？サボテンを。しのぶ、なんだこのキラヨシカゲ。ひょっとして今ホッとしたのか。ただそれだけ。その攻撃もう無駄だ。いくら見えない能力だろうが、謎が分かった今。所詮たかが空気を固めて飛ばしたり散らせたりする能力、もうこのキラークイーンに防げない敵ではない。何？こいつ血管の中に空気の塊を入れやがった。どんどん胴体の方に登ってくるぞ。医学に詳しくはないが聞いたことがある。人間の血管内に 10cc 以上の空気を注射すると血管が塞がれて死に至る。完全にこれは 10cc 以上入れられている。しまった、ダメだ、まずい。やるしかない、あれをやるしかない。キラークイーン。こいつ甘く見ていた。空気を自由に操作できる能力、恐るべき能力だ。どうする。来る、また攻撃が来るぞ。